まあ、ここからはね完全に自己責任だと思います。前から気になってた、シリーズでお送りします。ちょっと行ってみましょう。絶景スポットがあるということで今日は登っていきます。ちょっと開けた場所に出てきました。なんかあったような感じですね。ここにはね、屋根瓦がありますね。あ、おそらくここになんか建物があったんでしょうね。お堂のようなね。感じ見ると相当古いものかなと思います。でもこの感じだったら、どれぐらいかな、まあ、昭和の終わりぐらいまではあったような、まあ、そんな感じですね。今まで廃墟を見てきた中で、でここの仏さん、まあ、それぞれいろいろあるんですけど、四国63番っていう四国88箇所の関係の、お地蔵さんかなと。だから、まあ、ここ岡山県なんですけども、まあ、ここに、まあ、四国88箇所ができ巡れるような感じで設置したのかなと思います。ちょっとこっち側行きましょう。そうな雰囲気の道になってきました。
だいたいね、ここまで登ってくるのは3分ぐらいで来れます。すごいな、これこれより先危険。で、まあこの横っていうか、まあ、サイドがもう高橋川なんですよね。もう落ちたらアウトな高さです。伸ばしていきましょう。まあ、ここからはね完全に自己責任だと思います。足場が悪いです。まあ、高いの苦手な人は当然ダメでしょうね。うわ、眺めはねすごいんですけど、先ほど通ってきたね、場所であるんですけど、むちゃくちゃでかい鳥居があります。この下はねもうほぼ90度。ほぼ90度です。直角に近いじゃないと、もうそんなに向こうからそう綺麗にね見えないから。よし、はい、まあ、せっかく来たので失礼しましょう。100円分ですよ。まあまあでも人来てるのね。はい、はい、というわけで今日はこんな感じでお届けいたしました。前からね、本当に目の前にある道路を通ってた時に気になる岩だなと、まあ、山だなとか思ってたんですけども、いろいろ調べた結果、まあ、この上に何かがあるぞということで、やってきたんですけども、まあ、本当にこんな感じでちょっと珍百景なのか微妙な感じですけど、こんな太いね鳥居があったとはということで、でこの岩ね積み重なってということで、まあ、この目の前に、ね、大きな高橋川っていうのがあるんですけども、それこそ昔はね高瀬舟とか行き来してたりとか、まあね、商人の街道的な感じで往来がいろいろあったのかもしれません。この下ですね、旧道だったんですよ。だからまあおそらくよくある話で、まあ、そういう安全とかを祈願してのもう意味を含められた場所なのかなとか勝手に思ったりしてるんですけども、まあ、この辺本当に歴史が深いかなと思います。この下の、ね、通りもずっと行けば、石仏があったりね、なんか歴史を感じられるような場所が多いので、ぜひ皆さん時間つぶしというか暇つぶしに、まあ、これから天気出やすい天気になるので行ってみてください。
というわけでありがとうございました。それでは現場から失礼します。チャンネルがいいと思います。悪いと思ってない。どっちもセットして。